今回はモダンウォーシップをしていきます。使う艦はロシア海軍のシュトルムです。2030年進水の強襲型空母とのことです。調べてみたら実際に存在する計画のようです。艦首のスキージャンプとステルス性に配慮されたデザインが特徴です。現在 F-35 で敵艦に攻撃をしています。空中でホバリングも可能な機動性に優れた機体です。次は爆撃機を出撃させましょう。このような大型機を搭載できるとは。核を含む大量の爆弾を搭載し、一瞬で敵艦に大損害を与えることができます。今のように当てるのは難しいですね。母艦本体にもミサイルおよび対潜迫撃砲を搭載しているため、積極的に利用していきます。ここまで本艦について紹介してきましたが、本艦が同格の艦に対して絶対的な優位性を持っているわけではありません。同格の艦も強くなっているため、初期位置が敵から捕捉されやすい位置だと、低い機動力も相まってすぐ撃沈されやすいです。本艦が艦載機の管理をしなければならない空母であるという特性により、この問題は一層顕在化します。そのためフレンドとチームを組むなどして援護し、援護されながら戦うといいかもしれません。あとは潜水艦との戦いだけなので割愛します。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ評価とチャンネル登録をお願いします。